東海市長東海市は大韓民国寒温度中南部に位置するし、かつては南部をプクピョンと呼び、北部はスミコと呼ばれていた。東は日本海に面し、西は旗前軍、南は山直市、北は高料市に接する。冬は日本海に面するために比較的温暖であるが、番頭には日本海の雪雲の影響を受け、雪が降りやすくなる。 過去最新積雪として2011年2月15日に1 0 2 9センチメートルを記録し、観測史上初めて積雪が1メートルを超える大雪となった。最高気温極値は摂氏37.1度、最低気温極値は低、摂氏14.0度である。三韓時代は、新韓の羊過国の一部だったが、西暦102年白木に並行され、5世紀には、 高栗の出自家軍になった。統一白木の慶徳王在位期間の757年に三直軍と解消。高来時代は、登る州とも呼ばれた。李氏朝鮮時代は1393年に三直府、1413年に三直都五府に昇格した。1895年の地方行政改革により、高梁府三直軍と改編され、翌年間温度に属した。 関ンド東部は、三和鉄山や常用鉄山など鉄鉱石や石炭が豊富であり、現在の東海市にあたる工業群積湖面、三直群伏ぴょん面では、高工業が育ち始めた。大阪の相場市、これ川銀蔵はこれらの鉱山を買収し1938年に、これ川工業を設立、1943年に、当時の三直群伏ぴょん面に、 これかは製鉄を設立し、溶鉱炉8つと従業員1万を要する大企業となった。この製鉄所は戦後には三和製鉄所となったが、老朽化と鉄鉱石の枯渇などから1970年代に創業を停止している。鉄鉱石、石炭の枯渇の一方、東海市から山直群にまたがる一帯の山地は石灰岩が無人像にあるため、 セメント工業が盛んとなり、福平港は、セメント専用埠頭が創業するようになった。また、工業団地も立地するなど、東海市は工業地帯であり続けている。1998年11月朝鮮民主主義、人民共和国混合産観光船が、東海港を出港した。韓国海軍第一艦隊司令部及び、海洋警察庁の東海警察署が所在する。 ありがとうございます。